しゃ。今度は猫のように這うストレッチ、肩甲骨周りの柔軟さと強さを生み出すトレーニングだ。油断をするとすぐに体が硬くなる50代。ストレッチはしなやかなスイングを維持する基礎となっている。辺りが闇に包まれた午後7時。中島が練成館の室内で練習を始めた。練成館でのテーマ、スイング前の構え、アドレス作りが始まった。アドレス作りは周囲の目を気にせず集中できる夜に一人で行う。アドレスは体をボールの飛ぶ方向と完全に平行にする。ボールを正確に打ち出すために欠かせない第一歩だ。ここで一番大事にしているのは、この板の目に沿って正しく立つということ、この板の目に沿って下ね、かかと、それから膝、腰、胸、このラインをこの板に合わせるということで、ボールの位置も当然このこういう線があればね、正しく置けるわけじゃない。だこの目に沿って自分の体をしっかりと立ち上げるってことね。打つ時にボールは見ない。ボールの行方やスイングも気にしない。鏡で確認するのはアドレスのみ。さらに中島は試合と同じ手順で動作を行い、一つ一つのアドレスを具体的なイメージの中で作り上げていく。常にこう、もうその場面、今までこう味わってきたその優勝のシーンとか優勝争いしてるシーンを、あのホールのあの時のあの場面を思い浮かべて練習をする。もう当然その成功したやつだけじゃなくて、失敗したシーンをもう一回ここでやり直して、もう一回やり直して成功に変えていくっていうことね。両方やるね。アドレス作りの一つ一つを大切にするゴルフへの真摯な思い、それを中島が意識するようになったのはある出来事からだった。群馬県桐生市に生まれた中島は10歳の時に父親に勧められてゴルフを始めた。その後、才能を見込んだ父親からスパルタ教育を受けるようになる。
中島は30キロの石を乗せたタイヤ引きや1日2000発に及ぶ打撃練習などの猛特訓を受けた。練習時間は1日12時間を超えた。中島は21歳でデビューするや3勝を挙げ、いきなりトッププロの仲間入りをした。当時中島は勝つのが当たり前だと思っていた。僕プロになった時、一番最初思ったのは、プロになって最初の年、1976年に試合に出始めた時に思ったのは、なんてプロって練習しないんだろうと、こんなに練習しないのがプロかと思った。その当時、なんだ自分の朝飯前の練習よりもしてないじゃないかって、こんなのに負けるわけない。その後も中島は豊富な練習と才能でゴルフ界に君臨していった。20代から30代にかけて中島は4度の賞金王、国内初の獲得賞金1億円突破など、青木功、尾崎将司と並んで AON 時代を築いた。しかし40歳の年、中島を突然のアクシデントが襲った。これまで自分を育ててくれた父親の死。心の張りを失った中島は極度のスランプに陥ってしまう。賞金ランキングは急降下、引退も考え始めていた。今まではこうやる、なんていうかな、こう、うん、親父に見せてやろうとかね、やってやろうじゃないかみたいな、こう、もう精一杯の虚勢を張ってきたのがもう全部崩れちゃったから、もう怖さしか残らなくなった。だからもうパターは手が震えて打てないし、ショットなんかだってもう隣のホールまで曲がっていく。もう仲間のプロに、同業者のプロに、何ですかまだやってんですかみたいな顔して見られる、でも自分にはこれしかない、これしかない、だから何とかしたい、今に見てろみたいな、今に見てろ、俺は絶対戻ってやると思いながらも、やる方法が何もわからない、もうどうしていいかわかんない、ホテルの夕食を食べながら、そのもう引退だと、もうできない、その言葉の重みというか悲しさっていうのはね、まあ多分、僕にだから言えたの部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。もしかしたら彼も気がつかないうちに、そのやめるなと、やめないでくれと、こうもう一回自分をそこに自分の力で押し上げるのは非常に困難になってしまったから、誰かにしてほしいんではないか、兄貴頼むよ、やめないでくれよ、兄貴やめたら俺たちはどうしたらいいんだっていうようなね、そういった部分を、言ってほしいという心の叫びもどっかにあったかもしれない。そんなある日、滞在先のホテルで中島は偶然見ていたテレビ番組に心を奪われた。その番組は余命いくばくもない少年の姿を映していた。もうその子がね、その言ったんですよ。人間は生きてるだけで素晴らしいんだって。もうそれを聞いた時にね、やっぱり今までもうどうにもなんないわけ。